はい、皆様こんにちは。美濃の小さな宝石屋、店長の越野康明です。今日もですね、お客様のリフォーム事例のご紹介をさせていただきたいなと思います。はい、ただ今回はですね、リフォームという言葉を使っているんですけども、実際リフォームっていうのはお客様の意思ですねをお預かりして、その意思にデザインをすることをリフォームっていうんですけども、今回はですね、お客様の意思ではなくて、意思もこちらでご用意させていただいた上で、お客様の希望のデザインに仕立て上げさせてもらったという事例になりますね。オーダーメイドって言ってもいいのかなと思います。では、ご覧ください。はい、ですね、こちらもう何度かこちらをご利用いただいたお客様で、ある程度こちらのお店のしていることを把握いただいているお客様でして、実際お客様がいろいろとネット検索等をされている中で、見つけたのがこのデザインですね。非常に綺麗なデザインなんで、こんな風に、作ってもらえませんかっていうことで、ご相談をいただきました。はい、いろいろとご覧になられてこのデザインは好きなんだけども、実はこれダイヤの大きさ等もお客様把握されておられまして、もうちょっと大きな、意思で作ることができないですかっていうふうなご相談でした。はい、このダイヤモンドなんですけども、この四角いようなダイヤなんですけども、プリンセスカットと言われるダイヤになりますね。はい、よく皆様婚約指輪等で、比較的親近感のあるとかいうメジャーなデザインはラウンドブリリアントカットっていう丸いダイヤですね。はい、このプリンセスカットのダイヤっていうのはですね、非常に流通量が少ないということもありまして、なかなかですね、このお客様が希望されているような3石類似したサイズ、品質のダイヤモンドをですね、見つけることができるかなっていうのが最初ちょっと懸案事項として上がっておりました。はい、で、こういったご依頼をいただくときにはですね、私実際ダイヤモンドのルース屋さんのところに足を運んでですね、ダイヤを厳選していくんですけども、なかなかこのプリンセスカットっていうのは難しくてですね、一見四角く正方形のように見えるんですけど、実はなかなか縦横サイズが一致した石って非常に珍しくてですね、大体厳密に言うと若干長方形になっているものが多いんですよね。その中でなかなかその3石揃えるっていうことに苦労しました。はい、最初はですね、0.3 カラットのプリンセスカットダイヤの、プリンセスカットのダイヤを3ピースご用意させてもらってご提案をさせていただきました。その中でですね、お客さんはもうちょっといろんなサイズを見てみたいっていうことをおっしゃったので、0.3×3、 あと 0.4×3 ですね、あとは 0.5×3 っていうふうにですね、それぞれ、組み合わせでこちらご用意させていただきまして、ご覧いただきました。はい、こんな感じでですね、石を並べてみて実際大きさがどのぐらい違うのかなっていうのも、ご覧いただくようにしました。はい、でデザイン自体はですね、あらかじめある程度決まっていましたんで、こんな感じでですね、お作りする前にですね、枠に1回ダイヤを乗せてみて、こんな感じでいかがですかっていうふうにですね、ご提案をさせていただき、ご制約いただきました。はい、で実はこれちょっと裏話がありまして、いただいた画像をもとにですね、デザイン作らせてもらってお作りさせていただいたんですけど、最初に出来上がった納品のネックレスはこちらですね。ほとんど同じように、作ってはいるんですけどもですね、一度お客様に持ち帰りいただいた後にですね、ちょっと違和感があるなっていうことを、ご相談いただきまして、その違和感の原因をですね、探っていくと、やっぱりその爪の留め方っていうんですかね、こちらよくご覧いただくと爪がちょっと上下に留めてるっていうんですか、ちょっと石が両サイドの石が真ん中の石の上に乗っかってるっていう感じですね。はい、こんなイメージでお作りはさせてもらってたんで、ここがちょっとやっぱり最初に希望されてたデザインのイメージと若干違うのかなっていうところもありまして、再度ですね、お預かりをさせてもらって、ちょっとこちらで工夫をさせていただいてですね、再度、出来上がったのがこちらになりますね。はい、
だいぶ印象変わったと思うんですよね。まあ、爪と爪を、まあ、真横に留めるっていう感じですね。はい、これで非常に最初のデザインに近づけたのかなと思いますね。はい、どうしてもね、オーダーメイドっていうのはもちろん一発でうまいこといくこともあれば、たまになかなかですね、意中のものと違っててまたちょっと格好を入れ直すっていうこともなきにしもあらずです。ただまあそのあたりはですね、お客さんとの関係性というのもありまして、誠意を持って、まあ、お客様が最大限満足していただけるまでお作りするということをポリシーとしてやっております。はい、で裏側についてはですね、まあ、ちょっと強度を強くするためにですね、若干の後ろの方にもラインっていうんですか、丸線っていうのを引いてですね、安定感を出していますね。はい、以上ですね。はい、いかがだったでしょうか。まあちょっと普段からご紹介させてもらっているリフォームとは少し異なるんですけども、まあ、こういうふうに素材ですね、まあ、ダイヤモンドであったりとかカラーストーンであったりとか真珠であったりとか、そういった素材もですね、こちらでご用意をしてお作りすることも可能です。もしですね、何か普段そうですね、インターネット見られてたりとか、いろいろ雑誌見たりとかね、ただこんなジュエリー作りたいなっていうことがあればですね、ご自身で石とか玉をお持ちじゃなくてもお作りすることできますので、そういったこともご相談いただければなと思います。はい、ではですね、本日のリフォーム事例、リフォームじゃないですね、オーダーメイド事例ですねのご紹介を以上で終わらせていただきます。また次回更新をお楽しみにしてください。ではさよなら。